皆さんこんにちは。麻雀連合の草場智子と申します。このリーチ麻雀の世界選手権って第2回だと思うんですけれども、それにもかかわらず世界の皆さんがリーチ麻雀 そのゲーム性だったり、その駆け引き面白さ、または条件戦ですとか、それからリーチの使い方に至るまで非常に熱心に勉強されていて、こちらに来ての手応えがすごかったので、本当に予想をはるかに超えていてびっくりさせられました。で、すごくベスト32で私負けたんですね、フィンランドの方に。なんですけど、その方 の最後の条件 の満たすため の一局が終わるまでの努力、そして最後に実って、私はそれで劇的にまくられてしまうんですけれども、震えるようにしてパイを積もって4000、8000って言った時に、私は負けるんですけど悔しいじゃなくて、すごいもう嬉し涙なのかな、なんかもううるっと感動してしまって、こんなに麻雀でゲームするだけじゃなくて人の心を動かすようなことができるんだなっていうことを、しかも国境を越えてっていうのがとても今回は印象に残りました。今後この WRC がワールドスタンダードになっていくとしたらですね、すると思うんですけれども、その時に先駆者として日本人として皆さんがまた次対戦していただける時に、日本では今すごく戦術がたくさんいろいろ出てきているので、それをもう一生懸命勉強して、海外の方も勉強されていると思うんですけれども、またやっぱり日本人は研究してきているなっていうのを見せたいですし、もう腕を磨いてですね、皆さんとまた対戦できるのを楽しみにしています。なので私たちが逆にその時に驚かされるような皆さんの麻雀へのこれからの取り組みに期待しています。で、日本の麻雀の動画もこういう動画みたいにたくさんあると思うんで、見ていただいて切磋琢磨しながら、距離は離れてますけれども、一緒に麻雀を楽しく、そしてなんていうかな、頭脳ゲームとして、盛り上げていっていただきたいなと一緒に思います。